動画をご覧の皆様、こんにちは。ヨガインストラクターの浅野裕介です。この動画では1日3分自宅で簡単にできるヨガをご紹介していきます。3回目は体のメンテナンスヨガを行っていきます。このヨガでは体を整えることを目的とし、背骨を大きく動かしていきます。はじめにヨガの基本となる呼吸について話していきます。ヨガの間、できるだけ鼻呼吸で行ってみてください。息を吸ってみましょう。背筋が伸びて気持ちが前向きになりませんか？今度は反対に息を吐いてみましょう。気持ちが落ち着きませんか？この時間は体を動かすこととともに、呼吸を味わうことで自分の気持ちを、心を整えていく、それも大切にして行っていきましょう。それでは2つの動きを説明していきます。1つ目がキャット&カウ、2つ目がダウンドッグになります。ではキャット&カウから行っていきます。マットに四つん這いの姿勢になり、肩も真下に手をつきましょう。肩幅で手をつく、足は腰幅で膝を、お尻の真下に膝を置くし、つま先を立て、息を吸いながら腰を反らせるように伸ばし、顔を前に、息を吐くときには背中を丸めていく、胸の後ろが高くなるようにし、再び息を吸いながら背筋を前に向かって伸ばし、吐いた時には背中を丸くしていく。できる限り背骨を柔らかく大きく動かす。息を吸った時、反らせていく時はこの手のひら、ついている手を手前に引き寄せようとするとより伸びやすくなりますよ。反対に背中を丸める時は手を前に押し出そうとすることでより背中が高くなっていく。呼吸を止めずに行いましょう。次の呼吸でマットと背中を平行な状態に戻してくる。次にダウンドッグのポーズを行っていきます。四つん這いの姿勢から両膝を10センチ後ろに、お尻も後方に引きながら両膝を持ち上げて、まるで体で三角形を作るように、足の幅は骨盤の幅、だいたい握り拳一つ半ぐらいで両足をまっすぐ平行にしていく。このポーズではできるだけ手からお尻までの距離を長くしたいので、腰が丸まらないようにしたい。体が前に来やすい方は両かかとを高く持ち上げながらお尻を後方に、それでも腰が丸まりやすかったり、なかなか背筋が伸びづらい方はかかとを上げたまま膝を曲げることで手からお尻までの距離を長くし、ここから徐々に腰が丸まらないように膝を伸ばし、そしてかかとは徐々にマットに近づけるというふうに練習してみましょう。それでは体のメンテナンスヨガを3分行っていきます。四つん這いの姿勢になり、肩の真下に手をつき、お尻の真下、腰幅で膝をつき、つま先を立てていく。最初にキャット&カウのポーズから行っていきます。息を吸いながら腰を反らせ、顔を前に向ける。反対に息を吐いた時には背中を丸くし、
胸の後ろが一番高くなるようにしていく。これを繰り返していく。吸った時には腰を反らせ、吐いた時には背中を丸くしていく。自分の呼吸のペースで繰り返しましょう。できるだけ背骨を大きく動かし、柔らかくしならせるようなイメージを持ってみましょう。次の呼吸でマットと背中平行な状態に戻してきたら、両膝を10センチ後ろに引き、お尻を後方に引きながら膝を持ち上げる。2つ目のダウンドッグというポーズ。まるで体で三角形の形を作るかのように、足幅は骨盤の幅、握り拳1つ半ぐらい開き、できるだけ手からお尻までの距離を長くしましょう。体が前に来やすかったり腰が丸まりやすい方は、両かかとを高く持ち上げながらお尻を後方に引くことで背筋を伸ばし、それでも丸まりやすい方はさらにかかとを上げたまま膝を曲げることで手からお尻までの距離を長くしていく。できるだけ背筋を伸ばし、そこから腰が丸まらないように徐々に膝を伸ばし、そしてかかとは徐々にマットに近づけていく。呼吸は止めずに行いましょう。両膝を下ろし、そして最初と同じように座っていきましょう。皆様お疲れ様でした。このヨガではまず痛みや疲れを知るところから始まります。そして継続することで変化を味わってみてください。この動画では3回のヨガを行ってきました。ご自身の体調に合わせてぜひ行ってみてください。ありがとうございました。